なんか湧いてくるものはやっぱありましたね。やってやるぞっていうのは。まあ、プロ野球で入った時にこういうことで苦労したとか、週1、2回こういうスープご飯っていうのが出ます。中学生とかの見学も使ってる部屋なんですけど、こういう形ですね。え、一人一部屋ですか？あ、はい、そうですね。あとはここ暗証番号を入れてもらえれば開くようになってますね。こんにちは。こんにちは。あ、潜った方がいいです。これ3人とも野球部で、一番左がキャプテンです。こんにちは。はい、こういうのもあります。はぁ、感想使用してるときは柔道着だったり、あと野球はあの下のユニフォームとか、あ、ちょっと厚手のものですね。そうですね、乾かないものは、はい、ここに干していいっていうふうになってます。にまあ、室内部屋干しだけじゃなくて一応店舗干しもできるっていう。そうですね。まあ、今までずっとコーチの立場でやっていたので、まあまあ、村中監督を、まあ、間近に見ていたには見てたんですけども、いざやっぱり言われた時はやっぱりそう本当に身がそうですね引き締まるというか、まあ、その準備はもちろんしてたんですけども、やっぱいざ言われると本当にそうですね、なんか湧いてくるものはやっぱありましたね。やってやるぞっていうのは。まあ、自分も高校生の時からも村中監督に指導させていただいて、でもその時、まあ、選手と監督の立場で見てたものと、まあ、その時はやっぱり村中監督選手の時見てた時は、まあ、本当に勝っていても負けていても常に冷静というか、まあ、同じ状態で、まあ、選手から見ると本当に安心感があったというか、まあ、いてくれるだけでそういったなんかどっしりとした本当に動じないというか、どんな状況でも動じない監督っていうイメージがあったんですけども、まあやっぱりコーチと監督の立場になってからも、やっぱりまあベンチで見てて、まあ去年の夏の大会もそうですけど、本当に負けてる場面でも
もうこの試合も厳しいんじゃないかって時でも本当に動じないというか、普段と変わらない形でベンチに座ってる姿を見てたので、やっぱああいう姿を見てると、まあ、選手ももちろんそうですけど、まあ、チームのコーチもやっぱり全然動じてないんだなっていうのをやっぱ本当に周りに安心感を与えるというか、まあ、そういう姿が やっぱり村中監督の本当に印象なので、はい、そういったやっぱ、まあ、選手もそうですけど見てる人たちに安心感、周りに安心感を与えられるような、あの監督をやっぱ目指したいなとは思ってますけども。下の方に一応ね、防災提言っていう目安 の説明が書いてあるから、もう一回確認するっていうことと、まあ、3ヶ月で、まあ、こういう結果になるから、ね、インボディーだから、もう一回自分のこれまでの3ヶ月の説明がどうだったのかっていうのをしっかり頭に入れているように。で、今日、ね、上半身のマックスかかったけど、ちょうど1年生大会とかさ、テストとかが絡んでトレーニングできなかった時期があるんだけど、もうそこで言い訳を探さないように、うん、それでそこでトレーニングできなかったらこういう結果になったらしょうがないですで終わらないようにして、無駄にしないようにしていきましょう。それだけ頭を入れて、はい、木曜日に、下半身のトレーニング会じゃなくてマックスやっていくので、それだけ頭に入れて、で、その1年生は計測のインボディとかの結果手裏計お渡しするので、残って、2年生はいい、以上です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、やっぱり今まあ、5年目ぐらいですか、ここのコーチやって、その中でやっぱり今高校から大学で野球やりたいとか社会人で野球やりたいっていう生徒が増えてるんですけども、まあ、自分自身やっぱ高校大学プロっていう経験した中で、はい、まあ、高校大学時代の練習と、あとプロ野球入ってからの練習ですね、はい、まあ、入って新人の時にやった練習、まあ、その辺を考えてみると、やっぱ高校生もやった大学生もそうですけども、絶対的な基本練習の形だとか、数の量、守備面ですね、守備面の本当基本の形、あとは下半身のこの使い方だとか、この辺をやっぱプロ入った時に、やっぱ自分高校大学であまりそういう練習やってなかったので、どちらかというと、まあ、打てればいいやとかそういう形でやってたので、まあ、その辺の形の本当の大事、形の作りの大事さとか基礎の大事さとか、まあ、その辺は、うん、今の高校生にはかなり、まあ、プロ野球で入った時にこういうことで苦労したとか、あとは上でやるんだったら絶対こういうことを今やっとかないと、絶対上で、活躍できるような選手にならない、なれないっていう話をやっぱりしてるので、まあ、その辺はやっぱりまあ、プロ経験したというところもあるんですけども、そういったところでどちらかというとやっぱ高校野球はもちろんその甲子園とかそういったところでチームとしては目指してるんですけども、はい、やっぱ選手個人の目標もしっかり上でいって、かな花開くような指導はしているので、まあ、その辺は今やっぱそうですね、元プロっていうとなると、やっぱそういったところの指導は、まあ、他とはちょっとどちらかというと高校野球でピークというよりは、まあその上でしっかりできるために今の高校野球の時間を使っているとか、そういう形では考えてますけども、はい。
ですね、野球に関しましてはやっぱり、まあ、粘り強さとか劣勢、はい、になっても諦めないその粘り強さ、あとは、まあその夏に強いチームをやっぱ作ってるっていうのはやっぱ昔からそうなので、まあ、その辺はまあ、自分が高校生の時もそうですし今もそうだと思うんですけども、まあ、とにかく夏に関しましてはやっぱりどんないいピッチャーがいてもやっぱ点は取られるっていう話を してるので、まあ、とにかく打ち勝つ力をっていうのはやっぱ東海大高校のこれ伝統なのかなっていうのは感じてますし、やっぱそういうチームじゃないならないとやっぱ東海大甲府がやっぱ全国で勝てるようなチームにはならないとは思ってるので、まあ、もちろん守りだとかバッテリーを中心した守りっていうのも全然おろそかにはしてないんですけども、でもやっぱ最終的には東海大甲府の色って言われたらそのバッティングで、まあ、粘り強さでバッティングのチームだっていうのを打ち勝つ力っていうのを、まあ、そこはまあそうですね、自分自身もそうですけども、やっぱり山梨県のそういう東海大甲府を見てくれてる人はそういうイメージがおそらくあるんじゃないかなっていう感じはしますけども、そうですね、采配って言っても、まあそうですね、まあ、今オープン戦でやってる内容をそのままやってもらうような感じになると思うんですよ、選手には、まあ、自分自身の意気込みとしてはそうですね、まあ、とにかく相手がどうこうよりもやっぱそうですね、まず自分たちがそのバタバタしないというか、やっぱ負けるとき、東海大甲府大体負けるときは本当に自滅というかそういったときが多いので、まあ、その辺でまあ選手にこちらとしては試合の時はとにかく迷わせないような指示を送りたいなとは思ってるので、まあサインにしてもそうですけど、まあそういった時にここどうしたらいいんだろうとか、選手が打席で迷ってるようなベンチを見てるようなそういった雰囲気にはさせたくないので、とにかく、選手にやっぱもう相手に集中してほしいようなそういったベンチの雰囲気を作っていきたいな、まあ、ベンチを見るってよりはもう相手を倒すことだけに集中してほしいっていう雰囲気をやっぱ、春の大会も夏の大会もちょっと公式戦ではそういった雰囲気でやってもらいたいので、まあ、それを踏まえて今やっぱオープン戦でもそういう形でやってるので、まあ、そのままちょっと公式戦でもそういった形で雰囲気でやっていきたいなと